ピーさん。なんでしょう、アイラ先生さん。なんとマリオゴルフの新作ゲームやってまいりました。違うよこれ。新作ゲームです。ゴルフチャンネル新作がやってまいりました。違う、これめっちゃ前のだよ。え、だってもう64だよ。違うよ。1,2,3 からの64でしょ。 Windows 98がめっちゃ先やじゃないよ。これ新作じゃないの。新作じゃありません。まあじゃあこれね、実は64の頃のマリオゴルフということで、はいはい、ちょっとやっていきましょうよ2人で。99年って書いてあるからね。1964年かもしれない。64だから。じゃあ今回2人でね、スイッチのやつでいい。で待って、何これ。なんかね、ここわかんない。俺も64やったことないんだけど。お前もないんかい。ね、俺もちょっとしかやったことないから。、うん、俺もコース何も開放してないし、隠しキャラも何も開放してない。なるほどね。っていう状況でしか知らなくて、はい、で今回これちょっと触った感じ、マジでキャラゲーです。あ、そうなんだ。キャラによっての性能が多分俺がやってきたゲームの中で一番激しい。マジかよ。スマブラなんかよりもよっぽど激しいこのゲーム。ちなみにマリオなんですけど、やっぱどういうイメージありますか。使いやすいとか。オールラウンダーでしょ、どう考えても。尖ってます。尖ってんの。めちゃくちゃ結構パワーとかによってて使いにくいとで、私はおすすめしないです。あー、なるほどね。で今回はまあドンキーとか俺いつも使ってるから、ドンキーいないから。本当だ。まあ獣族のヨッシーで。あー、いいね。行きたいと思います。ストレートがいいんだ。いや、わからん。これも今指分かってない、俺も。じゃあ尖ってるマリオ使ってみようかな。尖ってるマリオでいいですか。やばい。いや、俺ちょっとわからん。あ、ちょっと最初だしな。ちょっと使いにくいかもしれない。本当に子供の頃に友達んちでちょっとやったことあるんだけど、あ、いや、持ってなかったから、じゃあ使いやすそうな可愛らしいヒメプしてもらおう。あ、なるほどね。ビーチで行きます。ビーチね。ここら辺で選ぶの多分ちょっとやばい。さすがに選べんかった。マジか。いや、そのやるんでもいいよ。いや、マリオゴルフじゃん。ビーチゴルフなのによ。で、これモードいろいろあって、おもろいのこれなんだよ。これまた後でやります。あ、わかりました。クラブ、これスロットでランダムで使えるクラブ3本しか選べないんですけど。おお、3本だけ。それ面白そう。全部アイアンとかなったりする可能性も。とりあえず最初の普通をやってる。とりあえずこれで練習しよう。これはどっちか、こっちがいいかな。各ホールごとに勝負を決める。わかりました。これでいきましょう。で、これ長いんで、5ホールまでしよう。5ホールまで。5ホールまで。なんかこれ全部やると多分18ホールフルなんだよ。毎回冒頭ではいやいや言ってるけど、別に100ホールできるよ。あ、じゃあ100ホールやりましょう。ああ、嘘です。嘘です。じゃあこれでね、1ホールごとに勝負を決めるやつで、はい、まだこれしか出てないんで、キドビオランドで、はい、すいませんね、これ俺のデータなんでね、はい、ちなみに僕のデータもこれしか出てないんで。あ、そうなんだ。なんかさ、昔のすぎてさ、攻略出てこねんだよ。あ、なるほどね。64の時代だからさ、確かにネットが発達しなかったから、攻略出てこねんだよ。攻略も買わなきゃ。そういうことです。で、これテレサです。はい、風向きが。あー。で、はい。すごい。解説が入ってる、さすがゴルフチャンネル。そうです。で、お前がさ、こんな感じはね、チャンネルでさ、解説するゲームさ、ゴルフだけじゃない。いや、ゴルフだけです。僕は唯一解説できるの。で、僕これ、もう言うても1時間ぐらいしかプレイ確認してないんで、はいはいはい、その程度の知識ないしかないです。まあこれ追い風ですね。なるほどね。追い風7の、で、もっと奥ですね。そうだね。ヨッシー230までしか届かないけど、この REST じゃないの。これが、そうだね、361肩までの距離で、はい、で、ダウン10ヤードっていうのがちょっと下にあるよ、10ヤード下にあるよ、はいはいはい、ことでございます。じゃあまあ、とりあえずね、適当に打ってみますよ。で、この下のね、赤ゲージの赤で止めなきゃいけないと。はいはい、いきます。あ、もうこれはいつものマリ。はい、オッケー。うまい。いいんじゃない。めっちゃうまいやん。いいんじゃない。ちょっとパワー足りなかったけど。で、これ赤に収めないと横とかにブレて、どこ、とんでもないところに飛んでいっちゃう。そこはもうさすがにね、マリオゴルフ何回もやってるから分かりますよ。さすがトリッピーさん。はい、行かせてもらいます。そんな格好でゴルフできると思うなよ。丘置いてこいよ、てめえ。めちゃくちゃ言ってんじゃん。いいじゃん、丘置いてこいよ。腹があった方がいいだろ、どう考えても。じゃあ飛ばします。舐めやがって。はい。何姫気取ってんの。はい。あ、いいじゃん、いいじゃん。はい。あー、やべ、右にずれた。いや、でもいいんだよ。あ、でも、あ、意外といいね。いいんだよ。でもこれパワーが伸びやすいキャラはこの赤がめっちゃちっちゃいの。はいはいはい。その代わりっていうデメリットがあって、赤の中だったら大丈夫なの。そう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 。オッケーオッケー。ぴったりにした方が狙い通りに飛びやすいっていうだけ、はい、これ自動でさ、クラブ変わるんだ。変わるし、うん、自分で変更スティック上下で飛距離伸ばしたりできる。なるほど。で、R かな。 R で着弾点も見れる。 R で着弾点。 R1 R1。 おー、ほらほらほら。で、そこで上とか下とか切り替えたら、はい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 、いい感じなんですよ。あ、じゃあこれでちょっと通り過ぎちゃうんだ。でも、あれ、パワー次第、パワー次第。パワーマックスまでで止められたらだから。俺これでいくわ。いや、お前止められないから、マックスで。いや、もう一個上でいいよ。いやいや、これでお前マックスで止められねえだろ。ほぼマックスいくわ。お前、無理だよ。いけ。ここ。いつもクッパにさらわれてるよね。うますぎ。
死なうまいです。死なうますぎ。あ、でも風速7メートルあるわ。あー、やばい、考えてなかった。あ、でもあんま関係ねえよ。めっちゃ上手じゃない、あんま。お前うまいわ。あ、来た。いや、それ考慮でうまいわ。乗っ取ります。うわ、くっそー。乗っ取ります。ムンチャクッパスいきます。ははは、吉田です。ムンチャクッパスいきます。下の名前で呼ぶな。それ下の名前が分からないけど。フルネーム、フルネーム、フルネーム。フルネームです。いい、吉田ルス、むんちゃくっぱせで、これ64だからね、ちょっとラグがあるんだよね。だから手前で A ボタン押さないとぴったりにいかないと、はいはい、あ、なるほどね。そういう読みを、あー、ちょっと超えたよ。むんちゃくっぱせ、何やってんだよこいつ。ナイスオン。やばいわ、なんかいいな、バーディーパット。やっぱ俺さ、うん、動画編集してるからさ、うん、ナイスオンとかのナとんだけ色が違うのとか、なんかサムネ映えするなとか見る文字のね、文字からおしゃれだなあれ。僕めんどくさいんでやんないんです。僕めんどくさいんで。あいごり、お前それでいい。僕めんどくさいんでやんないんです。15だから、はい、でマックスっちゃうと30だから、あ、オッケー。真ん中で止めなきゃいけないんだけど、坂だからちょっと強め。あー、なるほどね。私の読みはこの辺で、パターンは1回で戻ってくる。あれがない。うわー、やったなー。坂なっとる言うたやないかい。なるほどね。入れたら勝ち。入れたら勝ち。だ。入んないよ。6メートル。6メートル。で、10メートルのパター使ってるんで。あ、これ B で切り替えられますよ。は？超ロングパター。バカバカバカ。60まで。60まで。バカバカ。アホ。60パターまで。坂になってますねこれ。はい。これ坂ですね。ほら見てください。でもこのゲーム、はい、あれです。あのスイッチのマリオゴルフと違って。うん、ちょっとでも強いと超えてっちゃう。確かに転がりそうだね、向こう側に。そうなんだよ。いや、でも俺は騙されない。ここは、これ強いんじゃないか。あ、でもいい。うわ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 。チャンネル敗北。なんてことだ。やったふざけんなこのブス。ほんとだ、10本めっちゃあるでしょ。3本選手にしようか、3本選手。あ、だ、ちょうどいいね。確かにそれぐらいが。3本選手にしようぜ。ちょうどいいかもしれない。まあでも、まあ、俺が付き合いって言われたら、それはさ、さすがにさ、俺が今から2連勝しちゃって、あの、どうしようもなくなる可能性あるから。になります。その前、5先になる可能性出てきます。出てきますね。まあ大丈夫、大丈夫。言うてもこのさ、右のさ、あの球は何なの？これね、右のゴルフボール L を押しながら、あの、打つ場所、下とか、多分回転かけられるんだけど、回転かかってるかわからないです。そうさ、そう、ないよ。打つ場所が決められるんだけど。あ、そうなんだ。多分下の方から打ったら、多分バックスピンかかると思うんだけど。あ、確かに。かかるかわかんないんです、これ、はい、俺やった感じ、はいはい、やった感じわかんないの。ちょっと試してみよう。試してみてください。あ、トリピさんですよ。あ、ごめんなさい、俺かも。トリピさんです。あ、なるほどね。あ、本当だ。勝ってる方からです。勝ってる方から。はいはいはい。あ、これで、これさ、下がバックスピンかな、多分。多分バックスピンか、上に飛ぶか。はいはいはい。あ、待って、線待って。上上げてみて。うん、あ、軌道だこれ。軌道だこれ。軌道ですね。関係ない、いらねえわ。だから分かんなかった。木とかがあるときにこれで。OK です。やってくんだね。じゃあちょっと風速1メートルなんで、左にちょっと。何で行くなこれ。これ、細かいのいけないんだ。十字キーよ、どう。十字キー。あ、動かない。あ、でもちょっと動かない。ちょっと十字キーでいけるんだ。十字キーです。じゃあ行きます。はい。ここら辺、やばい、強いわ。あ、だいぶ強い。あのね、思ったよりももっと右にしようと思ったんだけど、これ180飛んじゃうんで。お、あ、どうだ。あ、でも意外とピンどこだよ。うまいさん。お、うまくないかお前。ちょっと待って、ゴルフチャンネル、ちょっとこれ買った方ゴルフチャンネルの名前継承されるから。いや、俺いらないんだって。俺いらないんだよ。俺買った方、俺買った方継承されるからな。うわー、俺のゴルフチャンネルやりてーよ。やりてーよ俺。これちょっと下目だから、ちょっとパワー足りなくていいんですよ、これは。あ、なるほど。米、こう、ここ、はい、来た。これ入りました、ホールインワン。うまいが、むちゃくパス行け。豆腐じゃん、あれ。豆腐落ちてこい。バックルじゃねえ、バック球体じゃねえ。うわー、何やってんだよ、ムンチャクッパス。ムンチャクッパス言うな。やばい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 。ここを沈めればいいだけですよ。確かに。やばい。でもこれ20メートルむずい。20メートル結構むずいね。しかも坂になってますね。いや、大丈夫ですよ。こんなもんじゃねえ。ムンチャクッパスやれ。ムンチャクッパス。うわー、かすやないかい。かすやないかい。いや、これ入りそうだね。これ入りそうだね。10で良くない？多分パターで通り過ぎてもさ、機能線上みたいな。分かった、俺思い出した。何？雨だから転がんないんだ。あ、なるほど。 ありがとうございます。ゴルフチャンネルさん、ありがとうございます。じゃあマックスで行ってみます。あ、マックスじゃないか。あ、でもちょうどいいんじゃない。いや、ちょうどいいっす。うわ、足んないんだ。足んないんだ。雨やば。雨は怖いわ。雨やばいな。雨は怖いぜ。で、これ入れたら引き分けになれるから俺。あー、確かに。4メートルでしょ。6ぐらいいっていい。こんぐらいいっていい。バカ足りねえよ。むっちゃくっぱすいけ。イエーイ、パー、頭パーパーパー、まあ、頭パーパー、お前の頭が一番パー。外すと負け。外すと負け。外すと負け。そう言われると緊張するんだ。外すと負け。
そう、手元くれ、手元くれ、うわねえよ、手元くれ、バカ、全じゃねえの、あお前雨を舐めすぎた、はい負けです。今雨弱まりました。あの一瞬、ね、言わせてもらうよ、はい、言わせてもらうけど、はい、あのパワー、うん、残念ながらスイッチだったら入ってる。あのスイッチってパワーなんですよ。スイッチだったらそう、スイッチだったらパワー発生量入るんですよ。そうなんです。だからちょっと強めにいったんですよ、はい、これテンさんどっち向いてんだよ。あ、こっちがケツね。これどっち向いてるかわかんねえよ、これ矢印左上の方に向かって、まあ、追い風若干左に見って感じだね。ゴール全然違うくない、そっち、ゴールここじゃない。でもこっち見たらバンカーなんだよ、お前ほら見てみろ、ほら、なるほどね、お前これゴルフチャンネルに逆らうんじゃねえよ、お前は。すいません、すいません、素人が情弱でしたこれ、さんはど素人が、マジカスが。いけトゥースさあ、はい、そのカスがじゃないです。つまらないです。トゥース、つまらないです。やだ、俺こいつゴルフやんの。やだ。じゃあ行かせてもらうよ。あ、俺ちゃんと、そうか、最初からここだってんだよ。まあ余裕ですよね。雨止まねえかな。うますぎ。これピーチの服透けてるから、これちょっとよし、後ろから見に行くから。最高。ラフ。あ、え、あ、また俺なんだ、遠いんだ。これでも結構スイッチより出にくいよ、ラフ。あ、本当。あんま飛ばない。あ、そうなんだ。お前砂だよ、そっちバンカーだよ。え、これもバンカー。ちょっと R で見てみ。 R で見ると、あ、でも大丈夫だ。あ、でも雨だから分かんない。いや、でも分かんないね、分かんない、これだけ意外と飛ばないのか、このゲームですよ。6のアイアンじゃなくて、7のアイアンにするのかと。7はどうなの？上上げてみて。上上げる、あ、5、6、7、あ、あ、いけない、7いいんじゃない。どうなの、下がってない？7下がるんだ、こうだ、5だ。ほんま？いや、もう140だもん。ほんまや。もう140だもん。お前、ほんまって言うわ。ほんまかいな。これでだいぶ奥の方行くから、これでしょ。何？パワーショット。パワーショット。あ、これ回数6回しか使えないです。あ、そんなんあるんだ。ただ、うん、あの、外すとめっちゃ横にブレる。なるほどね。もう全部分かった、アイオリ。はい。お前は怪物を生み出してしまったよ。やべえ。タイガーウッズ、なめんじゃねえよ。おら、おい、落ちろっすね、落ちろ。落ちるわけねえだろ。全然飛ばなくね。バンカー。バンカー。バンカー。アホ。本当に飛ばなかったね。これぐらいでいいのよ、多分雨だから。雨なのよ、ね、時代は。でもさっきよりそれぐらいだって。いや、ダメダメダメ。見とけ、まあ見といてくださいよ。絶対。あ、分かった。アップ2ヤードちょっと坂になってるから届かないんじゃね。あ、なるほど。見とけってお前、こう世界を制した T ヨシザウルス文着パスさんを。それで読むな。このちっちゃい手で。あ、おー、いいんじゃない、いいんじゃない。うまい。超えすぎなんだよな。あ、でもうまい。まあ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 。オンダ。グリーンだ。いいんじゃない、いいんじゃない。ナイスオン。はい、ナイスオン。うまいです。ヨッシーさん見せなくていい、これ。はい、オッケー。ほら、おしゃれ。ほんとだ。いいね。うわ、これきっつ。やば、無理だよこれ。でも 30m 近いから、だからちゃんと落とせればワンチャン入る。え、どこ。67なんだけど、その半分で止めなきゃいけないってことだね。30だから半分で止めて、ほんとに。でも砂だからわからん、俺もこのゲーム。このゲームとりあえずここら辺でしょ。白状すると知識ないです。ゴルフチャンネル、これさ、この時こそまさにこの右下のボールじゃない。下上じゃない。上だと低くなるよ、なんと。あ、そっか、下に低く、こうだ、多分これでいくわ。飛距離がどうなるかわかんない、これ。まあ飛距離は多分上がらないから、減るから、ちょっと強めになるのかもしれない。あ、減るのか。減るんじゃない、上行く。まあ、じゃあ3分の2ぐらい狙う、はい、3分の2は多い。4分、なんか、はい、いい感じでいきます。ここら辺、いや、いい感じじゃない。めっちゃいいんじゃない。俺が思ってたパワーだよ。めっちゃいい。うますぎ。お前天才かよ。豆腐にしか見えん、これ近くも。あ、でも入れたら勝ち。入れたら勝ち。これは無理でしょ。18入れます、私、相手選手。これ20が、はい、まあ、このどれぐらい、3つ目の点ぐらいなんですよ、きっと。そうだね、多分ね。はい、じゃあそこで止めさせていただきますよ、私。はい、はーい、来た。強い、お前バカ。あ、でも雨だから。うわー、角度が違った。お前もそうなるよ、雨だから。いや、さっきね、俺これ入らんかったから、まず真剣にやらんときゃ。3.4。 いや、お前でも雨、ちょっと横傾いてんじゃない、ここ傾斜。いや、これさ、見えたっけ、傾斜。あー、傾いてるかも。わかんねー。でもこのままいきます。多分ね、傾いてないと思う。 OK、 4、もう4、5ぐらい。あの、星2個目の点。いや、お前雨、今、土砂降りだよ。2個目の点ね。7ぐらいいけ、7ぐらいいけ。ここ、あ、ちょっと強いかも。よし肩幅ピーチ。くそー、外すと負け。うわ、1m って逆にやりづらいぞ、お前。強い、これ強いよ。あぶねー。入るか。あぶねー。これね、
も何勝何敗、これ2人に、あ、いや入ってない、やっぱメダル、ね、さっき入ってないね、さっきアイゴリが勝って、俺が勝ってアイゴリが勝って11でしょ、3先にしようよ、もうじゃあ3先、ね、でいい、これ3先で、つかこれじゃあつまり10先ってこと10先この多分ちゃんとしたルール10先じゃないの、わかんない、10先って何、3本選手で3先じゃない、あーいやごめん、なんでもない、伝わらなかったならいいやもしかしたらリスナー誰かには伝わったかもしれないけど俺が勘違いしてたからやめて、はい、俺の電話だったいや、これ解説込み来るかもしれない、はい、多分トリッピはこう思う、楽しみにしてます、はい、楽しみにしてます、ごめんな俺がバカだよ、いや思いつけなくて、いやもしかしたら俺がバカかもしれないからごめんな、めっちゃ楽しいな、あ、やべ、風全然見てなかった、なるほど、いや、もう情報先に出すのはもうアドバンテージです、あ、これは 5m の強めがいいです、これ、はい、残念ながら1じゃないです、これ3、あ、そうか、1が一番飛ぶのか、1が一番飛びます、これです、で、ちょっとここら辺です、ほんまかいな、ほんまかいなです、ほんまかいな、ほんまです、これだな、マックス、おら、あ、いいんじゃない、でももうクソビッチ姫、早くしろよクソビッチ姫どうせまた俺だろ、滑ってる豆腐、パワーが足りねえんだ、カスですこんなに手がちっちゃい恐竜に負けるのカスです、あ、やっぱ俺だよな、不利なんだよな俺、砂だよ砂、どこにゴールあるか分かんないです、先見てみ、先見ます、あ、まだ先じゃん、あ、まだ先なんだ、あ、じゃあここら辺にするわ俺、ほんま、これで、あ、白赤ダメだよ、白いいよってことでしょこれ多分、白、あ、青は多分下り、あー、そういうことだ、下ってる、あー、じゃあ赤は高い、あ、わからんわ、あ、そういうことだ、赤高いんでしょ、そうだね、うん、赤高いんでしょ、そうだね、じゃあ白のフラットのとこに行くわ、なるほどね、ここら辺を狙って、賢いね、賢いですね、これお、うわ、うまっ、ナイスショット、この本当はこの本当、俺がやりがちの全部統一のやつだよ確かにめんどくせえんだ、あれ行くのってやんの、いや、でもいいね、これなかなか遠いよ、はい、まあ、あ、でも待って、これ左行ける、そこそこここ、いや無理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 あ、しかもこれね、下る下る下る、マイナス5なんで、はい、俺風も読めるからお前と違って、はい、ここなんですねこれ、いやお前読めてなかったんだ最初ここなんですね、最初忘れてたんだ、待って、これ 1W で言ったらもうもっといけんじゃないか、いや俺ここだね、バカ、任天堂さんがおすすめしてくれるクラブで使えてよ、1W 風読み、風読み、ここバカ、風読みでさらにここです、バカ、 1W だよ、 1W クラッシャーの 1W、 ナイスショー、ナイスショー、 いいぞ、行き過ぎ、ムンチャクッパスいけ、絶対行き過ぎ、おい、神やば、お前神ムンチャクッパス、お強すぎ、お前強っ、ゴルフチャンネルなめんじゃねえぞ、ゴルフチャンネルだわ、すげえ近いやん、あ、でも俺もこれ110で 111?風向きがあるから、はい、もしかしてもう一個ど正面よ、テレサ、こんなに正面からテレサ見たことないってぐらい正面よ確かに、でもこれね、7なんですよ、これ 風読めるから、お前風読めるよ、風読んでたらさ、うん、だって120で止まんだよ、で逆風だよ、 5m、うん、で上なんだよ高さいやでも最初はこれだよ、111でよ、もう一個上じゃね、あ、そういうこと、うん、さらに、うん、バカバカ、こっちだって、じゃあやってみろよ、お前、もう110だよ、110で上なんだよ、いやだからバカバカで逆風なんだよ、あ、これがある、はい、お前は何も分かってないフルバックで、いやお前は、ね、何も分かってない、ほんと、いや、え、マジ、いや、うまい、ほら見ろ、お前上なんだよ、だからマジかよ、お前カスですお前はカスです、紳士のスポーツだろ、お前暴言飛ばすな、お前カスです、一番ゴルフ似合ってねえぞ、カスです、あいつ、あ、やべえ、何やってんだお前、お前腕もぐぞこの野郎、次失敗したらうわお前サカじゃねえか、ふざけんなムンチャクッパス、乗せろやこいつカスすぎだろ、おい全部戻ってるって、ほんとだ、よしよしよし、全部戻ってる、俺かよまた、あ、そうなんだ、アイゴリなんだ、登りきれなかった罰です、これが 35m 半分、35はもうこの辺よ、やれよムンチャクッパス、うわお前何やってんだよお前、しろや一番ゴルフとさ、お前性格合ってないよゴルフと、いや俺紳士のスポーツ得意だから、ほんと紳士だからね、ほんと全然ビッチ、おいビッチ言うな、ビッチ言うな、紳士がビッチ、風向きも見て、はい、ここよ、あ、強すぎる、やば、強すぎるよお前、強すぎ、いやでもバンカーだから、あ、確かに、お、ほら意外と、あ、でもやっぱ強いなんだよパッキンビッチ、いやでも意外と意外と、はい、グリーンだったら大丈夫、あとパターだから、まっすぐですよ、ここで、ちょっと上り、30センチ、OK、で、30上りだから半分よりちょっと上ぐらいか、
なるほど。この辺あ、それ天才だね。これ天才でしょ。あ、でもうわー強いんですね。それ強いんですね。なるほどなるほど。入れたらパチです。いや、入れるなよ。入れまーす。お前入れるなよ。ムンチョクッパスナイス。はい、ムンチョクッパス。入るか、手塚そうみたいに。はいはい、手塚雇ってるから俺。うわ、やばい。次でしょ。俺がちぎれたら勝ち。マジかよ。お前取れよ。取り返せよ。取るわ。取り返せよ。絶対に取り返す。まあ、これもうさ、脳死でいいわ。5メートルでしょ。はい、脳死ここ。はい、脳死ここでーす。あー、バカ。いいよ。大丈夫、グリーン乗る？乗る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 。俺風速読んでるから。ほら見ろ、5メートル結構流されたわ。ほら、こっちに打ったんだよ。網網のとこに飛ぶはずだったんだ。はい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 。あ、ありがとうございます。把握しました。おい、勉強しろよ。ここら辺ですね。全部勉強しろよ。ここら辺で行かせてもらいます。あ、かまへんかまへん。じゃあフルパワーで。うまいです、うまいです、うまいです。ナイスショ。いいね。行け、トヘ。雨多くない？確かに、ずっと雨じゃん。雨多くないか。いや、次俺なんだよな。やっぱなんだかんだで、ね、ギリギリ、ギリギリだから。あ、でもこれもう、あ、もう乗るじゃん。俺狙えます。乗るじゃない、俺次行きます。いや、お前砂のとこだよ。俺5メートルだから、そっちもう。あ、確かに弱者はここら辺だね。弱者まで安牌取ってそこなんだよ。いや、ここら辺強者は砂。いや、強者はもっと右だから。バカ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 強者バカバカ。お前ひよったよ、お前それ。あ、いや、でも確かにさっきこれぐらい行った気がしてきた。ほんまか。ここら辺にこれチキほら、159でしょ。もうちょっと169でいいか。雨だから、雨だから。で、まあフルパワーじゃなくてもいいから。うん、行きます。確かに行くぜ。信じるぜ、お前のこと。ここ、うわ、うまい。どうなんこれ。これ完璧でしょ。どうなんこれ。俺が試すな。え、うまくない。え、どこ。あ、全然飛ばんやん。全然届かんやんけ。なるほど、ご苦労。もっとだ。ご苦労。もっと多いだろ。ごめんだな、これ。いや、ふざけんな、ふざけんな。あんまり風に流されてなかった、あいつ。あ、やばい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 。ここです。ここでーす。ムンチャクッパース。やばい、うまっ。ショキーいけー。ほんまにうまない、お前。あ、でもまだ足んねえのか、これ。まだ足んないんだ。すごいね、これ。なるほど、なるほど。いや、でも、わかった。結構、とりあえず風はこれぐらいだね。強めよ、強め。もう67度、全力でいけ。67度、全力でいけ。やばい。え、半分でどうだ。半分で 33.5。 でもちょっと上なのよ、うん、ちょっと上だから2ヤードプラスして30ぐらいし、じゃあでも点のさ、でさっき全然止まんかったし、雨だし、うん、風速もあるし、4分の3。お、4分の3いくわ、俺4分の3いけると思う。ここやばい、やりすぎだよそれは。さすがに大丈夫。やりすぎだよ。こういう、これよ。やりすぎ。ほらほら、意外と、うまい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 。これ打ち切ってたらダメだ。せやな。これまだ、あ、同点の可能性あるでしょ。これ入れれんしょ、さすがに。いや、入れますよ、トリッピーさん。ここで入れたらもう負け認めるわ。トリッピーさん入れますよ、私は。やめてくださいよ。この辺なんですね、これね。はい、来た。ほんと？はい、ナイス。あ、お前何やってんだよ、お前。危ねえ。ほんとに。オールトグだった、危ねえ。この野郎、保護色なんだよ、てめえは、この野郎。ちょっと集中するから黙ってもらっていいですか。はい、黙ってもらっていい。アクシロビッチ絶対になりましたから。まず6、デーブ。おい、デーブは俺だろうが。ビッチって言っとけや、お前。いやー、これ10いっていい？マックスじゃない？これでも、あ、ちょっと下り、下りだ。ちょっと下りで、でも雨なんだよ、でも、はいはい、雨だから下り考慮しないで、はい、7、8、俺だったら、じゃあそうだよね、7.8、 1、2、3。そうそうそう、4分の3だね。4分の3、俺だったら4分の3。いや、俺もそう思ってた。奇遇。あ、ちょっと強いか。強いか。あ、でも雨だからちょうどいいのか。え、上手くない。うわー。お前勝てない運命です。やばい。入れたら勝ちまーす。やばいやばいやばい。入れたら勝ちまーす。これぐらいなのよ、時代は。いずれいけ。ゴルフチャンネル最強。やばい。アイム選手、ゴルフチャンネル最強。最強。じゃあ3本私取らせていただいたのでね、トリキさん、はい、これがゴルフチャンネルの力です。私の勝ちです。めちゃくちゃ強いよ、お前。やっぱね、素の力だと、うん、僕の方が強いんで、うん、次回、はい、あ、これちょっと終わんないんですけど。次回あのスロットの方があるんで、はい、これ中断。待て待て待て、ちょっと待って。なんすか。いいえ押して、いいえ押して。え、なんか書いてたよ、文章が。1個戻って。でギブアップはダメ。そう、1ダメ。え、1ダメはギブアップできませんって。ギブアップじゃないです、中断なんで。ギブアップです、これは。お前、中断なんで、やめないでください。ギブアップじゃないです。はい。で、これでまた人にキャラ選ぶじゃん。これでね、スロットがあるんでね。はい、
次これやりましょうよ。わかりました。はい、これで使えるクラブが3本だけというルールになっております。はい、わかりました。これならね、多分、まあ、運要素ある、運要素あるからね。任天堂さんが配ってくるクラブがゴミみたいなやつ。俺が10メートルパターしか全部来なかったら俺が多分積むという感じで、じゃあ次回またお会いしましょう。楽しみだわ。お疲れ様でした。お疲れ様です。